はい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 、皆さんこんにちは、神です。僕は今小山駅に来ています。今回この動画は1年に数回しか使われない幻の貨物船ということでやっていきたいと思います。普通線路って、1日に何本か、少なくても数本程度、電車が走るのが当たり前かと思われるんですけども、ここ小山を通っている貨物船はなんと1年に数回しか使われない貨物船があるということなので、今回はその貨物船の様子と、その貨物船を走る貨物列車とは一体どのようなものになっているのか、詳しく説明したいと思います。宣伝です。インターネット通販サイトのホビーサーチでは、鉄道模型、プラレール、ミニカーやプラモデルを中心に豊富な品揃えで皆様のクリックをお待ちしております。初心者の方でも安心、まるでカタログのようなサイトは見るだけでも楽しいこと間違いなし。あなたが欲しいと思っているものがきっと見つかる。ホビーサーチのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひお気軽に覗いてみてください。はい、ちょっと場所を移動してきました。僕は今どこに来たかっていうと、小山駅のちょっと北側のところに来ています。奥に見えているのが小山駅ということですね。はい、で今僕の下には、たくさんの線路があるわけなんですけど、まず向かって右側のこの2つの線路、これは、両毛線ですね。でこの中央の2線、こちらが東北本線ですね。左側見てみると、何やらたくさん分岐線があるのがお分かりいただけますね。こちらの分岐線が現在どれぐらいの頻度で使われているかっていうのがちょっと不明なんですけど、こんな感じで分岐線がたくさんあるということです。で今回の主役は、一番左側の線路ですね。何やら、左側に逸れている線路がお分かりかと思うんですけど、こちらが今回の主役、1年に数回しか使われない貨物船、その名も東高高岡貨物船という路線になります。一体どういう路線なのか、もうちょっと詳しく、じゃあ近くまで寄って見ていきたいと思います。はい、跨線橋から下に降りてきました。僕がさっき言ったのがこの上っていうことですね。で下に降りてみるとですね、こんな感じで、早速なんかテンションが上がりそうな第4種踏切があるわけなんですよね。僕が今見てるのが、これが小山駅方面ってことなんですけど、東高高岡貨物線っていうのは、ここから、東北本線から分岐して、独立した貨物線として走っていくという感じです。でそれをこっち側に目を向けると、まだ先に線路がつながっているということですね。いやー、この感じめちゃめちゃいいですね。なんかパッと見なんか廃線っぽさも感じますよね。というのもなんかレールがやっぱり結構錆びているような感じがして、やっぱ普段使われてないんだなっていうのがすごく伝わってくる感じがしますよね。で先に行くと線路が右にカーブしてるんで、ちょっと追ってみます。はい、しばらく線路沿いに沿ってきました。今奥に見えてるのが東北新幹線ということなんですけど、東高高岡貨物線は小山駅を出ると、進行方向を東側に進めていきます。でこう線路を見てみると、やっぱりなんか結構なんかカクカクですよね、これカーブなのに。なんか先ほどの入り口側もなんか線路が結構なんかふにゃふにゃみたいな感じだったんで、やっぱりほとんど使われないから線路状態はお世辞にもいいものとは言えないなというところです。はい、で僕は今どこに来てるかっていうと、こちらですね。なんと結構大きめな第一種踏切がありましたね。この警報器と遮断棒が大きめなやつがついてる踏切があったんですけど、この規模感からすると本当なんか1日に数回ぐらい使われていてもおかしくはなさそうな雰囲気はしますが、本当この踏切も1年に数回しか閉まらないっていう、とんでもない使用頻度の低さの踏切になってます。しばらくこの貨物線沿いに進んでいるんですが、小山駅を出ると、結構住宅街的な雰囲気になっていますね。その住宅街の真ん中をほぼ使われない貨物線がこうやって通ってるってことで、いやいいですね、この雰囲気個人的に大好きですね。街と鉄道がうまい感じで調和していてすごく好きです。
でいくつかちょっと注目点があったのでご紹介しましょう。こちらの敷地なんですけど、古川電工株式会社社有地ということになってますね。なのでここはまた鉄道会社ではない、電工会社がここの、敷地を管理しているということなんですね。でそれでいてですね、面白い看板が立ってました。こちらですね、引き込み線敷地内の濃厚作業禁止っていうことで書いてあるんですけど、線路内で濃厚作業してんのと思ったんですが、なんかパッと見で見てみると、なんか確かになんか畑感を感じられるような佇まいになってますね。ちょっと奥の方でもそれを感じられるか見ていきましょう。この辺とかも結構ジャングルですね。線路どこよって感じですが、まあ、線路はもう完全にこれ草の中に埋もれてるっていう感じです。ところどころ踏切はあるんですが、まあ、やっぱりほとんど列車は走んないということで第4種踏切が基本になっています。おお、なんか一回沈み込むような感じの踏切になってますね。ちょっとじゃあ右見て左見て、おおいいですね。これはちょっと巡りがいがありますね、この先も。はい、しばらく行くとですね、これまた衝撃的な光景が広がっていました。先ほどなんか濃厚作業禁止みたいなの書いてましたけど、これも完全にやっちゃってますね。完全にこれ畑として線路が使われてるみたいな感じですけど、おお、ビニール傘的な感じのやつもあるし、お、何ですかねこれ、トマトかな。おお、美味しそうかどうかというとちょっと微妙なところではありますけど、おお、でもこんな感じで線路脇を畑として耕してる方がいらっしゃるということですね。いいですね。それだけ鉄道が皆さんに愛されてるっていう、そういう証なのではないでしょうか。いや、それはそうプラスに捉えすぎかもしれませんが、まあ、この辺りは普通に住宅街っていうことなんで、結構車通りがたくさん多いんですよね。そういうところはこんな感じで、第一踏切が設置されてるんですが、いやでもね、ここもねすごく面白い光景がありました。何かっていうとこれですね。線路にこれゲートがあるっていうことですね。現在これゲートが閉まってるっていうことで、まあ閉まってるイコール、まあ、電車は来ないっていうことにはなると思いますが、まあ、普通ね、まあ、現役の貨物船が、まあ、ゲートで閉められるっていうことは、まあ、なかなか見られないんで、まあ、それほどこの使用頻度が低い路線なんだなっていうのがすごくわかりますね。で反対側を見てみると、反対側にもこのような感じでゲートがありますね。で下にはこんな感じで、やっぱりこちらも菜園みたいな感じになっています。まあ、東京とかの都心の方では、まあ、電車が来すぎて開かずの踏切みたいな感じで、まあ、呼ばれる踏切も多い中、まあ、この踏切はもうその逆ですよね。もう閉まらずの踏切ですよね、完全に。この踏切が閉まるところぜひ見てみたいですね。もうしばらく進むと貨物船は別の様相を見せてきます。先ほどは住宅街を走っていた貨物船だったんですが、辺りを見渡してみると、もうこれ完全に工場地帯みたいな感じになってますね。でこちらには手動で切り替えるタイプのポイントがあって、でここで線路が二股に分かれてるって感じですね。東港高岡貨物船は所有者が二つに分かれています。小山駅からこの辺りまでが古川電工が、この辺りから東港高岡までが東港高岡の所有になっています。そのためなのか、この付近には0キロポストが設置されていました。はい、全体の3分の2ぐらいのところまでやってきましたね。東港高岡線は、工業地帯をまた抜けると、こんな感じでさらに住宅地の脇を走るような感じになってますね。こっち側が小山駅方面なんですけど、まあ、やっぱりなんかジャングル的な感じになってるということですね。で線路は相関線やっぱ錆びてるままというところです。はい、でこの東港高岡線なんですけど、まあ、1年に数回しか使われていないということなんですが、実は LRT 化計画っていうのもあるんですね。ここを線路を改良して LRT、 要は路面電車ですよね、
LRT を走らせることによって、この近辺の住宅の方とか、あとは工場に勤める従業員の方とかを運ぶっていう計画があるらしいんですけど、いや、それも実現したら面白そうですよね。まあ、ここ小山っていうところですが、それよりもさらに北、宇都宮に行くと、もう間もなく宇都宮ライトレールが開業するんで、それがもうめちゃめちゃ大盛況、もう超大成功になったら、ひょっとしたらこの東高高岡線も LRT 化するっていうのも、考えられるんじゃないかなというふうに思います。おお、ここもこことですごい景色ですね。まあ、住宅街のすぐ脇に線路があるっていうのは変わらずなんですが、もうめちゃめちゃ線路に近い、これ普通に一応道路のはずなんですけど、もうこんなに近寄れるっていう、まあまあ近づきすぎるのは良くないと思いますけど、まあ、こんな感じで超至近距離に線路があるっていう感じですね。で、一応直線にはなってるんですが、まあ、やっぱりなんかレールがちょっとなんか頼りなさそうな感じがして、これもすごく趣がある感じです。はい、ということで東高高岡専用線の終着地、東高高岡に到着しました。はい、この東高高岡なんですが、やっぱりほぼ使われていないということで、このゲートがあるということですね。この中が、まあ、おそらく工場の敷地内ということなんですが、なんかいろいろありますね。この貨車は一体何なんでしょうか。緑でちょっとごついのがあるんですけど、ちょっとその前にこれ見たいですね。お願い、指揮者等を撮影される方の駐車は、弊社専用駐車場をご利用ください。めちゃめちゃ優しい世界ですね。なるほど、ここに停めるということで、地図とともに、専用線の、路線図も書かれてますね。おお、素晴らしい世界ですね。で、やっぱりここが、まあ、東高高岡っていうことなんですが、おお、このなんか貨車にも書いてありますね。東高高岡っていう感じで書いてて、すごい立派なでかいのが置いてあります。ちょっともうちょい奥の方まで歩いて行ってみます。はい、専用線の末端部までやってきました。このゲートの先にもちょっとだけ線路が続いています。で、幹線道路をまたいだ、この先が、東高高岡の小山事業所の工場内につながっているという感じです。で、気になるのはこの東高高岡専用線って一体どんな列車が走るのか、1年に数回しか走れない列車の正体気になりますよね。ちょっとそれ解説したいと思います。まずそもそも、こちらに見えている、東高高岡小山事業所っていう工場なんですけど、こちらでは何を作っているかっていうと、あの変圧器っていう、なんか交流から直流に変えたりとか、そうするのも多分変圧器だと思うんですけど、そういうのを作っている工場がこちらになります。で、その作った変圧器をこの東高高岡専用線で、貨物列車として運び出すということになっています。はい、以上が東高高岡専用線の、解説ということになります。まあ、1年に数回しか使われないということですけど、まあ、やっぱりこの貨物線走る姿をぜひ見てみたいですよね。ということで今回はなんとこの東高高岡専用線を走る列車の撮影に成功いたしましたので、以降はその様子をお届けしたいと思います。僕ちょっと今正直めちゃめちゃ汗だくなんですよね。というのも今8月の上旬に撮影してて、外が35度以上の猛暑日ということなんですが、その猛暑日の中炎天下 2,3 時間ぐらいずっと立ちっぱなしで撮影して、結構頑張って撮ってきましたので、その様子をお届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、ここからは貨物線を走る列車の様子をお届けします。東高高岡のゲートの先に何やら機関車が待機しているのが見えますね。近くで見てみることにしましょう。機関車と後ろに1両黒い貨車が連結されているのがお分かりいただけるかと思います。この貨車は通称四季と呼ばれている、これまたとても貴重な貨車になっているということなんで、四季についてはまた後ほど詳しく説明します。四季の牽引は東高高岡が所有する機関車 D35 型が担当します。炎天下の中待つこと1時間、ついに閉まっていたゲートが開きました。現場に居合わせた撮り鉄の方もただゲートが開くだけっていうイベントだったんですけど、みんな一斉にシャッターを切っているのが印象的でした。
まあ、それほど暑くてシャッターが開くだけでも嬉しかったっていうことなんですよね。そしてさらに待つこと1時間、ついに列車がゆっくりと動き始めました。廃線かのようにも見える東高高岡線に列車が走るというのは、これは本当に違和感でしかないですね。列車のスピードはかなり遅く、撮影が終わって走って追いかけても十分間に合っちゃうくらいのスピードでした。各踏切では誘導員の方が踏切を塞いで安全を確保していました。さてここで東高高岡線を走る特殊な貨車、大型貨物の式について説明します。輸送される変圧器はかなりの重さになっているため、その重さに耐えられる専用の貨車が使用されます。その貨車が式と呼ばれているものなんです。式は車体を前後に分割して、前後の車体の間に荷物がまたがるように積載できる貨車になっています。今回走った列車は式の返却回送になっているので、変圧器は輸送されなかったのですが、実際に変圧器が式に積載されるとこのような形になります。車両形式式の由来なんですけど、式の式は大型車ということを意味して、器は積載重量記号で25トン以上であることを意味しています。車体を見てみると、式の自重は63トン、積載はなんと160トンまでの荷物を積むことが可能になっています。まあ、これがどれぐらい重いのかというと、式よりもはるかに大きい新幹線車両は1両あたり約44トンと言われているので、それよりもはるかに重い車両であることがわかります。まあ、それほど重い車体を支えているため、式にはたくさんの車輪がついています。その数をちょっと数えてみると、その数はなんと16輪もあります。普通の電車は1両あたり4人なので、4倍もの車輪の数になっているというのが大きな特徴です。それほどの自重と迫力を持つ式は、1年に数回しか使われていない結構サビサビの貨物線を通過していくのは、この上ないギャップを感じられて素晴らしいですよね。列車は先ほどの線路が二股に分かれている中腹地点まで到達しました。東高高岡の機関車はここで切り離し、ここから先は JR 貨物の機関車が式を牽引します。しばらく待つと小山側から JR 貨物の DD200 が貨物線を走ってきました。先ほど見てきたジャングルの草をかき分けながら、線路をミシミシ踏みしめて式が待つ場所まで向かいます。
1200の経営に変わった四季は小山駅の留置線まで移動し、そこから宇都宮貨物ターミナルまで返却されます。ということで以上、1年に数回しか使われない貨物線のご紹介でした。今回はとても貴重な映像をお届けできたのではないかと思います。少しでも感動していただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではこの動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。